こんにちは、スミヤです。今日はドワーフ3の赤道儀モードで撮ったアンドロメダ銀河とオリオン大星雲についてです。実はね、ドワーフ3は999枚の壁があるんですね。999枚以上は一つの天体で撮影が続けられなくなっていくんですね。そういう撮影を今までやったことなかったんですが、999枚を超えるとどうなるか見ものですよ。999枚の撮影枚数を超えると自動的にね、撮影がストップして、それまで撮りためていたスタック画像の AI ノイズリダクションが始まるんですね。まあ、それに一応3分かかるということですが、アンドロメダ銀河の AI ノイズ処理は2分ぐらいで終わってましたね。一応3分待ってくださいということですが、まあ3分以内に大体終わるということなんでしょうね。Cスターもね、15秒でインテリジェントリノイズ、ノイズ除去ができるようですけれども、ドワーフ3の方がちょっとね、4K 画質なので画像サイズが大きいので時間がかかるのかもしれませんね。15秒対2分ですから、8倍ぐらいかかってるかな。似たようなね、機能だとは思うんですが、アンドロメダ銀河とオリオン大星雲をどんな画像が撮れたかっていうのをね、これから見ていきたいと思います。Google フォトの方にもすでに入っているので、それをちょっとね、見ていきましょうか。Google フォト。これですね。はい。で、これがオリオン大星雲ですね。はい。で、これで編集をしてですね、ダイナミック。なかなかいいね。補正。これもいいね。ビビット。これはちょっとね、使えそうにないね。ルミナス。これもちょっとどぎついな。ラディア。これはちょっと赤っぽすぎるね。エンバー。これは黄色だね。これは青っぽくなっちゃいますね。アフター。ちょっと紫っぽいかな。これがなんとなくいいような感じですね。はい。バラ星雲の時にあったね、ものが出てこない。多分ね、色合いとかを自動で判断して、それに合う形の補正候補を出してるんじゃないかなと思います。ダイナミックはちょっとね、バックのノイズが多すぎるので、補正にしときましょうか。補正にしときましょう。コピーとして保存。はい、こんな感じでね、保存しました。で、これを後でね、フォトディレクターとか、いろんなね、画像処理ソフトでさらにね、高画質化していけばいいかなと思います。これで比べられますね。補正前と補正後がここに表示されてますね。はい。じゃあ、アンドロメダ銀河をやってみましょう。あ、ここにあったね。あ、ボケ補正っていうのもあるんだね。ウォームですね。バラ星雲はウォームとかクールとかそういうのが出てくるんですけど、他のものはね、ちょっと違うものが出てきますね。はい。じゃあアンドロメダ銀河行ってみましょうか。アンドロメダ銀河はね、ダイナミック、ちょっとノイズっぽいのでやめときましょう。補正、まあこれがなかなかいいかもしれませんね。ビビッドはちょっとね、きつい。ルミナスも黄色っぽい。ラディアは赤っぽい。エンバーはちょっと巻きっきですね。はい。エアリーが青っぽくなっちゃって、アフターが紫。ストーミーがいいかな？ストーミーが良さそうですね。うん。ストーミーがいいかもしれないですね。じゃあこれを保存しておきましょう。はい。保存しました。はい。まあ、こんな感じでね、違いがわかりますね。バラ星雲もこんな感じでね。Google Pixel 9に標準でついている画像処理ソフトでね、ここまで綺麗にすることができますね。まあ、他のものもできるけれども、とりあえずこれぐらいにしておきましょうか。で、これをね、さらに高画質化するので、フォトディレクターの AI 高画質化っていうのを使ってね、画像処理をしてみましたっていうか、AI 高画質化をしてみましたので、ご覧ください。どうぞ。
赤道儀モードで長時間にわたって撮影したデータを画像処理するとね、すごく綺麗になりますね。はい、皆さんも天体写真家になれます。999枚の壁を超えるといいですね。まあ、スタック枚数はね、それより若干少ないんですけれども、999枚の撮影が終わってスタックできなかった、除外された分は入っては来ないんですけれども、だいたい970枚ぐらいはスタックされていたようなので、高解像度の天体画像が手に入ります。寝ている間に手に入りますよ。まあ、オリオン大星雲はね、ずっとねライブ配信をやっている最中に999枚に到達したので、それでできたんですけれども、オリオン大星雲はね、実は寝てる間にやってもらいました。特にスケジュール機能も使わずに撮影を始めておいて、寝て朝起きたらもう撮影が終わっていて、 AI ノイズリダクションも終わっている、そういう画像が手に入るということですね。ドワーフ3スマート望遠鏡のね、現時点で標準で赤道儀モードが使える唯一のスマート望遠鏡になってます。その威力はすごいですね。ドワーフ3到着したらね、ぜひ赤道儀モードを使ってみてください。赤道儀モードを使うには、このね赤道儀に最適なねドワーフ3専用の三脚を使うのもいいかもしれません。油圧式の微動ができるので、非常にね赤道儀モード使いやすいと思います。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さよなら。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。えいえいっ。